レッドドックとはカジノで行われるトランプゲームの一種である。近年アメリカやオーストラリア、カナダなどで行われているカジノゲームである。なぜこの名前になったか、またなぜこのような単純なルールになったのかわかっていないが、名前の由来に関してはこのゲームが盛んに行われていたバーに赤毛の犬がいて皆に可愛がられていたからという説がある。このゲームでは 最初に2枚のカードをディーラーが配った後、3枚目のカードの数字が最初の2枚のカードの数字の間に入っていれば、プレイヤーの勝ちとなり、配当が行われる。使用するのはトランプ1組52枚でジョーカーは利用しない。最高位が A で最低位は2となる。数とは、一切考慮しない。まず、プレイヤーはベットを行う。 ベッティングボックスには手前にベッド、奥にレーズと書かれているが、最初はベッドに掛け金を置く。全員のベッドが終了すると、ディーラーは手元に2枚のカードを表向きに配る。ゲームを行うテーブルには3枚分のカードを置く枠が書かれているが、ディーラーは左と右にカードを配る。この2枚のカードの数字に応じて、以下の流れが変化する。 2枚のカードの数字が隣り合う場合2枚のカードの数字が同じ場合2枚のカードの数字が異なり隣り合っていない場合配当はカジノによって異なる場合がある。ありがとうございます。